それではですね、クラス D のアンプを使ってるモデル30で同じ曲を聴いてください。SACD30N というのはその CD プレイヤーとネットワークの機能が一体になった、まあ、プレイヤーです。で一方でこのさっきの、ね、モデル 40N というのはネットワーク機能がアンプ側についているということで、まあ、どこにネットワークが入っているのかというのが違うんですけれども、まあ、今我々メーカーとしてはです、ね、非常にこう過渡期なのかなというふうに感じています。でそのネットワークというその音楽を聴く手段がですね、ここ10年ぐらいから、まあ、10年ぐらい前から出始めて、どん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 こう普及してきていってるんですけれども、まあ、それがですね、ネットワークの音源は、まあ、聞きたいんだけれども、それをじゃあ、機器のどこに組み込むかというところでですね、まあ、モデル 40N みたいなものはアンプに入ってしまえば、あとはもうスピーカーさえあれば、ちょっと CD を置いておけば、それでもシステムアップできてしまう。一方で、まあ、SACD30N とプリミアアンプみたいな、まあ、従来型の機器もあって、それもつなぎたい。で、やっぱり CD もいっぱい持っているので、それも聞きたい。でもネットワークもやっぱり聞きたいみたいなお客様には非常にいいのかなと。まあ、従来ながらの、まあ、オーディオファンの方には合ってるのかなと。で、一方で、まあ、CD あんまりもう持ってないし、みんな消費しちゃったしみたいな、シンプルにシステムアップしたいみたいなお客様。もしくはそのさっき言いましたようにリビングで、ネットワークを自分だけじゃなくて家族も一緒にこう使って音楽を聴きたいみたいなお客様にはこうモデル 40N みたいなのがいいのかなというふうな、まあ、少しこう性格が違 う商品ということで捉えていただければいいと思います。なのでこのモデル 30N と、モデル 40N の方はですね、まあ、併売するという形になります。じゃあもう一曲で比較していただきたいと思います。じゃあ今は、モデル30と、つながっていますので、今度は最後クラシックを聴いていただきたい。アンドレア・バッティストーニ指揮のですね、マーラーの交響曲第1番の巨人からですね、第4楽章の、冒頭のところでちょっと聴いてみてください。じゃあモデル30ですね、クラス、スイッチングアンプのThank you.
まあまあ、音をこうチューニングした私としてはですね、30と40はですね、音質的に優劣をつけてるつもりはありません。まあ、多分皆様のお好みの方で、まあ、40が好きですとか30が好きですっていうのは分かれるとは思うんですけれども、クオリティ的には優劣は私はないと思っています。ただまあ先ほど申し上げましたように、まあ、ちょっとキャラクターが違うと、性格が違うかなというふうに思っています。まあ、言ってみれば30の方は、まあ、従来ながらのオーディオファンの方に合ってるかなと、いかにもハイファイという感じでこうレンジが広くてこうスカッと抜けが良くてみたいな感じの傾向の音だったんじゃないかなと思います。一方40の方はですね、もう少しこう音の方角が取れたといいますか、もう少しこう軽いというか、もう少し聞きなじみがあるというか、まあ、そういうような雰囲気で、出来上がっているんではないかなというふうに思います。まあ、その先ほど申しましたように、まあ、40の方はですね、まあ、リビングで、まあ、お父さんだけじゃなくて家族みんなで使っていただくみたいなところの比較意図もございますので、まあ、そういうような感じになればいいなと思って音作りをしたつもりです。ちょっと短かったんですけれども、この時間はですね、30と40の聞き比べということで進めさせていただきました。この後ちょっとスピーカーの方を変えさせていただきまして、後半30分の方は、ジョイモデルということではないんですけど、まあ、30シリーズの方で、残り30分やらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。